皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。今日は日記の動画です。勉強のやる気が出てこない、この解決策について簡単にお話しします。勉強宿題をやる気が出てこない、こんな悩みを持つ人7人に1人いるそうです。提出期限ギリギリになって死に物狂いで宿題やってなんとか提出、これではもしテスト前だってこれテストでいい結果なんて出ませんよね。実はね、このやりたくない気持ちが最大になる時というのは実は始める前だそうです。じゃあどうしたらいいか、解決策あります。やりたくなくても始めてしまうこと、これが唯一の解決策なんです。何もしなければやる気は出てきません。いや今日は疲れてるから、見たいテレビがあるからと先送りすればするほど、どん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 やる気はなくなってしまいます。とにかく解決策はやる気がなくても始めてしまうことです。これはなぜかというと、人間が持っている作業興奮という作用を利用する方法です。やる気があるから行動できるんじゃなくて、行動するからやる気が出てくる、これが作業興奮です。人間の脳は実際に行動を起こした時に活性化します。3つのステップに分けて、紹介すると、体や脳を使うと脳の側坐核という部分が刺激されて、ドーパミンという物質が分泌されます。ステップ2に行くと、このドーパミン、これが実はやる気を出す成分なんですね。ホルモンなんです。ドーパミンはやる気を出させてくれるホルモンです。そのためにまず行動することなんですね。でやる気が出てきたら作業がどん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 宿題も終わるし、勉強も進むということです。コツとしたら、最初に手をつけるのは得意な科目からやるのがいいです。なぜかというと集中しやすいんですよね。集中しやすい、集中するとまずペースに乗れますよね。ペースがつかむから頭がさえきて、他の勉強もどん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 進んでいけるということです。ですからやる気が出ない、やる気が出てから勉強しようなんて思わないで、まず勉強を始めてください。それがやる気を出すための唯一の方法だと思います。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。